トリブラキディウムの化石、トリブラキディウムは、初期エディアカラ動物群の一種。三車上で対象な腕を持った姿で知られる。1959年に、マーティング・レイスナーとブライアン・デイリーによって、南部オーストラリアで発見され、名付けられた。トリブラキディウムの化石は、ニューファンドランド島、ノースウエスト巡州、ロシアの八海沿岸の崖、エディアカラの丘等の場所で見つかる。 最初の化石はエディアからにて発見された。円形の体をしており、その直径は平均5センチメートル程度である。そして3本の曲がった腕のようなものが体の中心から末端にまで及んでおり、この腕はおそらく空洞になっており、膨らましたり、絞ませたりできたと推測される。このような三重の対称性というのは動物においてほとんど類がない。 ほとんどの動物は二重もしくは放射状に対象となっている。また腕の端からは肉質の量が伸び、体の残りの部分を形成していた。多くのサキカンブリア時代の化石のように、トリブラキリウムと他の動物との関係はほとんどわかっていない。化石の謎の代名詞としてもよく取り上げられ、この時代の独特な生物の例としてしばしば取り上げられ、様々に描写されてきている。 例としては、海面動物、四方動物、寒林動物、極秘動物、脱皮動物、あるいは、積作動物のステムグループに想定されている、左右対称動物の変わった一種と考えられたことがある。一部の研究者は、一個の個体ではなく、より大きな生物の吸着器官であると推測している。さらに、そもそも動物ではなく、 原生動物か現在では絶滅した境に属する多細胞生物の一種であると捉える研究者もいる。近年、AY アイボンタソブと MA ファドンキンは T ハールディカムとその類種を四方生物であると定義したが、これは先カンブニア時代のコニュラニアの一種、ベンドーカーニエレリアの発見と研究によるもので、アイボンタソブらはベンドーカーニエレリアが60の対象であることから、 三列動物と関連があるものとみなしている。三列の生物には他にアンフェスタスタンクオフスキーとアルバメアーズ・ブランシーがいずれも八海沿岸で発見されており、トリプラキディウムを含めた3種でトライブレイシデイ属を形成している。オーストラリア郵便は2005年4月21日にクリーチャーズオブザスライムシリーズにおいてトリプラキディウムの50セントの切手を発行した。 ありがとうございます。